はい、皆さんこんにちは、あみです。今ニトリから帰ってきてですね、そうこちらの部屋ちょっと今すごく汚いんですけれども、また模様替えしてこっちにね寝室を持ってきて、ベッドをねちょっとこっちに持ってきて、今回はねニトリでちょっと衣替えのものを買ってきました。紹介していきたいと思います。なんかねペットのひんやりするやつペットのなんだっけ、ペットベッドの L サイズ、あんたたちのだよこれ。ここかな、暑っ帰ってきたばっかり暑い、今日外めっちゃ暑かったんですよ。どう、こちらが2つ目なんですけど、これがマルチすっぽりシーツのダブル、うちんちダブルなのでベッドが、コットンリネンのベージュっていうやつを買ってきました。なんかねコットン素材になってるやつで、まあ夏っぽくていいかなと思って買ってきました。次がこちら掛けカバーダブルです。裾がねちょっとフリルみたいになってるやつで、まあ夏なんで掛け布団もちょっといらないかなとも思うし、これが掛け布団なんですけど、まあ一応カバー買ったんですけど、あれがねちょっと暑いかもしれないから、そしたらなんかそのまま使おうかなとも思ってます。中身入れないで、まあとりあえず入れてみるんですけど。そして次がクッションカバー2つ買ってきました。クッションカバーのキルトペイズリーっていうやつです。こんな感じのね柄になっているやつで可愛いなと思って、これがシェルクロシェっていうこんな感じのね鍵編みっぽいやつになっているクッションカバーです。基本、ベッドにはクッション4つあって、いや5つか5個あって、この IKEA の黄色いクッションと、まあ、枕2個とその他に、4つクッションがあって、この四角い形のクッションは2つなんですけど、なのでまあ夏用にと思ってクッションカバーを2つ買いました。これが枕カバーですね、2つ買ってきました。これが、コットンリネンのベージュ、このマルチすっぽりシーツと同じシリーズの枕カバーを買ってきました。掛け布団のカバーはホワイトなんですけど、まあベース、ベッドのベースはベージュにしようかなと思ってベージュで揃えてみました。そして次がこちら冷水筒です。でこれがね、飲み物入れて保存するやつなんですけど、 2.1 リットルでしかも茶こしがついているタイプを選びました。茶こしがついてないのもあったんですけど、まあ、私はねなんかティーを作りたかったので茶こし付きのを買ってみました。後から取り出しやすいかなと思って、まあ茶こし付きをちょっとチョイスしてみました。ちなみにこれ横にも置けるタイプになっています。クリアボトルのフラミンゴのやつを買いました。可愛いなと思って。ちなみにね中はねちゃんとこういうなんか飲み口みたいなのがちゃんとついています。まあなんかレモンとフラミンゴですごく迷ったんですけど、なんとなくフラミンゴを買いました。特に理由はないです。ワンプッシュキャニスターってやつで、ここのボタンを押すと、まあワンタッチで開くよみたいなやつなんですけど、唐辛子の輪切りを最近本当によく使うんですけど、私袋のまま使ってて、クリップあるじゃないですか、あれで止めて使ってたんですけど、まあ量の調整がしづらいのと、まあ出しづらいのと、鷹の爪をね使い切ってまた新しいのをね買ったので、そのタイミングでちょっと容器もね買ってみました。そして最後こちらのボックスです。バスケットラウンドベジー Q の S です。この部屋にもスキンケア用品とか、置きたくて寝る前にねパパパってこの部屋でスキンケアするような感じでしたいなって思ったので、まあ、スキンケア用品とか入れるのにねカゴかわいいなと思って買ってきました。ここのベッドゾーンをちょっと模様替えっていうか衣替えしていきたいと思います。はい、どうぞ、どうぞ。はいはいはい。このマルチすっぽりシーツすごいね、なんかリネン素材でいい、すごいいい涼しげ
尻尾尻尾尻尾あんた尻尾挟まるから枕はさっき紹介したこの枕カバーつけていきます。秋冬に使ってたクッションカバーなんですけど、これも確かどっちもニトリだったと思う。え、かわいい。かわいいね。え、これもかわいい。こんな感じ。かわいい。掛け布団カバーつけていきます。そしてこのいつもかぶって寝てるこれが B カンパニーで買ったなんかマルチカバーみたいなやつ。はい、こんな感じになりました。これからね、あそこの下のゴミとかここの椅子とかをちょっと移動させて綺麗にして、ここが新しい寝室です。はい、ということで出かけてきて帰ってきたばっかりだったので、ちょっとキャップかぶったままで申し訳ないんですけど、今回はニトリの購入品でベッドの衣替えでした。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。